うわこれやばいな、超いい。ヘッドスピード62。あ、こんなもん。62？ あんな曲がらんのあんま見たことないもん。僕も見たことないです。え今よかった。1519で、距離が305ヤード。おい、これいい。いいっすよね。ヘッドスピードで選ぶっていうような時代はちょっと終わったんかな。あ、なるほど。500回の男、慎太郎です。今日は最新テーラーメイドのドライバーのクラブ打っていきたいと思います。いいね。ちょっと待って、これも紹介。はい、モルフジです。これめちゃくちゃリクエスト来てたので、この3本をちょっと紹介していきたいと思います。かっこいい。めちゃくちゃなんて言ったってかっこいいです、これ。 QI10、うん、今日は僕の沖学園の同級生、守、さんの後輩でもある、僕の同級生、大久保亮に来てもらってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こっちはこれからですね。マックスから。はい、マックスから。ちょっとだけ商品の説明をすると、そのマックスっていうのが典型ですね。完成モーメントが典型、まあ、今流行りの、今流行りの一番曲がりにくい。本当かな、まっすぐ飛ばして曲がりにくい。本当かな。ってことで、まあ球の捕まりもかなり良くなってるので。あ、捕まりがいい、はい、これ結構大事じゃない、捕まりがいいって、うん。で、まあ、ノーマルがそれよりも若干操作性を持たせたタイプ、うん、で、ロースピンタイプがさらに操作性 を持たせた感じで球が上がらなくなって、うん、あ、こっち側だけ俺らよりじゃない、まあ、そうですね、一番、うん、まあ、アマチュアの方はこっちがね。そうですね、こっちを試してみたいじゃない。そうっす、ね、でもタイガーとかも今 ね、QI10 使ってるね。マキロイがもう真ん中のモデル使ってて。あ、これ、ノーマル。これじゃないよ、うん、一流のプレーでも優しいの使うんすよ。優しいのがやっぱ良くない。カッコつけちゃダメってことっすね。すごい。特に曲がる人はね。誰のことか分からんけど見栄を張るなって。あれ、500ヤードに近づくかもしれん。やっと近づきますかね、これで。分かんない。あ、近づきます。はい、じゃあまずマックスから行ってみたいと思います、うん、QI10 MAX、 一番優しいって言われるモデル。優しいやつね。はい、行きたいと思います。なんか見た目がすごいなんか優しそうな。優しそう、硬そう、優しそう、めっちゃ優しそうっす。うわ、スーパーヒールに当たったけど、なんか全然わーっていかない。ちょっとスピン量多い感じか。ちょっと多いけど、ちょっともう一回言っていいですか。慎太郎が曲がりあんぐらいやったら優しいんやない。優しいっすね。おお、でもちょっとスピン量多めやね。ちょっと多いっすね。打感は、打感やっぱ柔らかいっす。やばい、うん、捕まりやすいんやったっけ。捕まりやすいですね。捕まりやすい。ただ今のスピン量2576の289ヤード、思ったよりもスピン入ってない。おお、おお、優しいけ、ちょっとやっぱこう軽く打たない感じじゃない。軽く、じゃあもうやっぱ捕まるっすね。ちょっと捕まるね、うん、今ので。軽いけど、どんな感じですか。ヘッドスピードが51、距離が289ヤードで、スピン量が2704。おお、結構理想値には近い。理想値に近い。ちょっと思いっきり振ってみたら。これ好きかも。ちょっと思いっきり一回打ってみます。うわ、これやばいな。これはちょっとやばい。でも結構いっとっちゃうの今の。スピン量がめちゃくちゃ多くて4000。あ、4000はちょっとやばい。やっぱ、うん、でも振っても直進性はあるやん。直進性めっちゃあるっす。なんかシャフトとの組み合わせ次第ではすごいあれってことです。もっといいんじゃない。へえ。次はノーマルをいきます。お、なんかまた違う。顔違う。顔が全然違うっす。なんかちょっと一気にシュッてなります。シュッてなった。シュッてなった。一気にシュッて。合ってますよね。合ってます。ちょっとシュッてなりましたね。シュッてなってますね。おー、ナイス。ナイスー。めちゃくちゃいいやん。さっきよりちょっとやっぱなんか左こなそうだよね。今のでスピン量が2900。マックスよりも捕まりにくい。うわー、え、めちゃくちゃ良くない？めっちゃいい、これ超いい。スピン量が3919で301ヤードいってんすよ。おお、ってことはやっぱちょっとプロ寄りになってきたら、やっぱノーマルの方が前に行くね。前に行ってますね。ただ別にめっちゃ難しいわけじゃないです、うん、球が上がらないとかじゃない。でシャフト合ってないのにまっすぐいってんね。やっぱヘッドの進化がすごいね。すごい。もう一回いきます。さっきのまま良かったけど。
一番捕まえたの。いやでもいいんじゃない。でも今の方がスピン量少ないでしょ。3470。あ、ちょっと少ない。おお、ヘッドスピード62。あ、こんなもん。 62? 車間は一緒っすよね。やば。一緒やけど、多分こっちの方が押す感覚がなんかちょっと芯があるみたいな感じは確かにあったっすね。感じるかなと。難しいわけでもないけど、僕はマックスだとちょっと左にちょっと捕まりすぎちゃうから、こっちの方がちょっと好きですね。同じシャフトだったけど。これすごいっすね。すごいね、今のヘッドって。すごい。じゃあ一番最後は絶対力あるよ。 QI10LS を。これが一番ロースピンですよね。スピンが少ない。これは振っていっていいやつやね。これはもう1球目からちょっとかっ。なんかまた一段ちょっとシャープになりましょうか。そうです。そうなっていくやろ、だって LS に向かって。もうすごい。こーい。これなんか振りやすそうやね。振りやすかった。今ので3160の314ヤード。あ、めっちゃ減りましたね。3160。ちょっとずつ飛んどうね。いい。いいっす。いい。慎太郎がいいっつったら多分結構いいよ。これ良さそう。ワンタッチ気味に入ってちょっとスピン減った気がしますよ。1352で、やっぱり飛距離332。あ、やっぱり。やべえね。純正でいけますからね。今のでヘッドスピードは61です。61？ これ61の人でもいけるやん。なんかだんだん好きになってきた。マックスも大好き。すげえね。全部好きになっちゃった。QI10 合うんやね、やっぱ。これいいっすよ、本当に。あんな曲がらんのあんま見たことないもん。僕も見たことないです。え？じゃあ最後、もう一発いきます。うわぁ、マジでマジでいいじゃん。これ買ってったらええやん、もうお願いします。これ誤作動かもしれないけど、ヘッドスピード65って出てる。ああ、65ぐらい出ますかね。軽くして、頭ってきたんで。ムカつくん。頭ってきたんで。ちょっとムカついてきたっすね。ムカついてきたろ。同級生でも仕方ない、出るんだ。出るんだ。今飛距離は今のは313ヤードです。あれ、クラブテスト飛ばすんやないと。それはまあ、先輩が、ちゃんと先輩が越してくれるんで。ここからが本番。もうモロさんが、こっからが本番ですよ。僕はもう。でもすげえね、でも。めちゃくちゃまっすぐいくやん。でもこれマジでいいっす、あのお世辞抜きに。打感もいいし、一個前のステルスの打感よりもこっちがなんか好きです。なんかちょっとこう、前のはなんかちょっと硬く感じてたのが、結構全モデル、今回この3モデル全部が前のモデルよりも打感柔らかくなって、うんうん、柔らかくなったのに弾きがいいっていうのが、なんかムチッとしとるのになんかちょっと芯があるみたいな。良さそうやね。全部なんかいいけど、僕はLS いいっすね。LS 好きです。LS がいいっていう人はほぼ出会ってなくて、相当ヘッドスピードないと今回の LS は逆にスピン量が上下しちゃうんで。まあ、そうなんや。65はあるけどね。でもやっぱヘッドも進化していって曲げにくいというか、はい、そうです。曲がりにくい、分からんけど。曲がりにくい。右行ったやつもちょっとこうじゃなくて、幅は狭まって。っていうのが一応その真ん中のモデルが一番それが狭め、オートマチックに触れてスピン量も少なくてって打てるので、結構その男子のトッププロとかにも選ばれてるのが真ん中のモデルっていう感じです。あ、今見た感じそうやもんね。こういったやつがそんなにいってない感じはするね。じゃあ次はあの小室さんに打ってもらいます。 QI10MAX から。マックス、はい。あ、なんかすごいね。でも顔がちょっと丸い、丸く大きい感じやね、はい、俺結構ね MAX 系を好むんよ。確かに今もそう、今金の、ね、まあ、マックスやけど、ね、やっぱトップ低い分球を上げたいというか、マックスは球がやっぱり上がりやすいよね。重心がどうしてもこの後ろ側にあるので、うん、ボールの打ち出し角が上がりやすくはなる。うん、はあ、おお、打感いい。いいっすよね。俺もその何ステルスちょろっと使ったことがあって、飛距離はやっぱすごかったけどスピン量がやっぱ少ないやん、うん、だけちょっと潜る球多かったけど、これ結構くっつくかも。ちょっとそうですね、今回のこの QI10 シリーズは全部大体くっつき柔らかいというのが、なんかちょっと昔っぽい板感。今のでスピン量が3160で飛距離が282ヤード、うん、スピード50です。50、本当はやっぱもっとスピン量が2500以下ぐらいに抑えれるともっと効率がいいんで、うん、シャフトを
あとは重量上げて、それとおう今ちょっと振り遅れた感じやけど、そんな右行ってない。全然行ってないです。スピン量が3272で若干増えたかなって。ちょっと振り遅れた分、なんか下っ面に当たった感じはしたけど、イメージより右行ってない。あくまで純正シャフトで、結構多分モフェツさんのヘッドスピードとかにすると柔らかいのに、ブレ幅がかなり少ないのは、そのヘッドのまっすぐ行く力が強いんで、あ曲がりにくいのかなと思います。イメージより行ってないもんね、右に。うん、次マックス。次は普通の。止まる。ちょっと難しくなっていくんやろ。顔がなんかちょっと、ちょっとシュッてなる。シュッてなっていく、だんだん。ああ。いいけど、ちょっと難しいかも。俺はね。打感がちょっと硬い感じがする、さっきのより。なので、スピン量が3815の180や。ホットスピードは変わってないので。50ぐらい。でも曲がりは少ないやっぱ全然分かってない。しかもなんか全部一緒のとこ行ってるじゃないですか。慎太郎とは違うけんね。失礼しました。その飛ばし系じゃないけ。失礼しました。直進性があるかどうかを伝えたいよね、やっぱ。でも曲げるのは難しいかもね。でも曲げるのは難しいね。打感もなんかそんな弾き系でもない感じはする。まあそうですね、その弾き系でもないのに初速がかなり、うん、出るっていうのがやっぱ今回売りなので、おーカチカチじゃないですよね。 なんかこう、じゃあちょっと俺も振っていい？はい。だってバグってないってことやんね、俺が50で。そうですね、俺がバグっとんか。それはバグっとんやろけど。ほう、まあ、ちょっとスピン量が、スピン量が多くなった分飛距離が落ちてる感じです。4879 で265ヤード。ヘッドスピードは53です、ね。2上がったけど、俺はあのやっぱマックス系が好きやけ。あ、ちょっと俺には難しいかも。こっちの方が俺は好き、マックスの方が。マックス全然いいっすもんね、うん、いい顔してるし。なんでこう昔って、その一番優しいモデルがヘッドスピード遅い人、真ん中のモデルがそれにちょっと速い人、うん、で一番難しいのはヘッドスピード速い人っていうような選び方だと思うんですけど、うん、今みたいな感じで53出ててもやっぱ一番優しいモデルの方がいいみたいな感じが、うん、結構最新ヘッドの特性なんで、ヘッドスピードで選ぶっていうような時代はちょっと終わったのかなって。あ、なるほど、確かに確かに。そうやね、優しいのでこれぐらいバーンと打っちゃう人はもう球が吹けて吹けて仕方ないとかなりよったけど、それは全然関係ないと思う。本当に全部基本がもう低スピン化されてるんで、僕自体は。でそれにどうシャフトをアジャストしていってスピンを合わせるのか、うん、すごいね、進歩がすごい。顔で決めていいってことよ。ってことっすね。顔と振り心地が一番大事です。振り心地ね、はい。ちょっと LS のちょっと LS、 はい、LS もっとむずいやろ。これもっとシュッとしますもう一個シュッとします。もうこれなんかシュッとしますよね。シュッとしよう。昔使い寄ったクラブみたいな。そうですね、ちょっと洋梨っぽいのも今回ね、その特徴。洋梨型流行ったよね前。おお、やっぱちょっとスピン量減った。これそうですね、3057で295ヤード。前には行っとるね、やっぱスピン量少ない分。めっちゃいいじゃないですか。これいいね。今のが一番良かったです。今良かった。2519で、飛距離が305ヤード。おい、やっぱいいんすよ、それ。これいい。いいっすよね。何が違うんやろ。打感もちょっとやっぱグッてくる。真ん中のはちょっとパーンってなったけど。重心がめちゃくちゃそれ前側っていうかペース寄りに来てるんで、本当にボールが上がらない仕様になってるんですよ。ただ前のよりも感染モーメントが高いので、フェースが開くことなく前に押し出せる力が強いっていう。開きやすい。俺らはこれがいい。これいいかもしれないですね。こう起きやすいやクラブごと前に進む力が強い。なんかこうドーンってなんかこうね、すごい。あ、これいいね。でも共通して顔はいいね、全部。顔はそうです、ね、顔全部ね。え、めちゃくちゃ構えやすい。めっちゃ可愛い。可愛いって可愛い可愛い。これ可愛いです。マックス可愛い。これはいいかもね。でもそうですね、まあ本当に今間違いなく一番売れてるモデルなんで、全メーカーの中でシャフトで選べるね。自分の好きななんか合うシャフトが来ればどんどん。カスタムというか標準の装備でディアマナのカスタムシャフトとツアー AD とスピダ MX ブラックっていうのがあるので、それが1万円、定価が1万円高くなるだけで買えるので。いやこれマジでいいかも。テイラーってスピン、あんま低スピンのイメージやった結構。そうですね、
なんかそれをより良くした究極系みたいな感じです。これマジで良かったんで、うん、皆さんぜひ試してみてください。試してください。来て今日大久保さんありがとうございました。ありがとうございました。いろいろ教えていただいてありがとうございました。ありがとうございました。